こんにちは、こんばんは。ひまわりの丘から失礼しております。ただいま制作中のワールドから動画をお届けしております。スタッフさん、このワールドは、はい、7月に公開した夜の別荘ワールドの昼バージョンということでよろしいでしょうか。はい、そうです。昼バージョンにして、はい、ひまわりを今度はメインにしたような夏のサンフラワー、はい、サマーサンフラワーリゾートみたいな感じです。子どもの時にクラス全員が一人一本ひまわりを育てるという企画があったのを、私何年生の時だったか覚えてるんですよ。はい、で私だけ咲かなかったんです最悪やクラス全員咲いてるのに私だけ無理だったんです。でそれをクラスの男の子に、男か女か分からへんから咲かへんかったんやって言って揶揄されて、最初に謝ってって何回も言って謝ってくれないから、そしてそれ言われてショックで、謝って謝ってってまたいつものように言って謝ってくれないからそいつのひまわり引っこ抜いて、そのひまわりで叩きまくって、ひまわりの花吹雪が悲しい思い出です今となってはもうどうしようもない問題児でしたということで、ひまわりを中心にお届けしたいということですけど、こんなもんじゃないんですよね。こんなものでは、そうですね、こんなものではないんですよね。こんなものではないです。ないんですよね。何百本の、私ココアと始まって以来、私いつかお花畑欲しい、お花畑欲しいって言ってて、最初のお花畑がひまわりということで、はい、そうですね、圧巻のひまわり畑を皆さんにお届けしたくて、今スタッフが一生懸命手植えで頑張っておりますので、はい、もうしばらくお待ちください。お盆前後に公開予定です。ということで、今回はこのワールドのご紹介ではなくて、8月ということで命について考えさせられることがいっぱいあるこの季節、はい、戦争についての、戦争がね、そうですね、戦争だけではないんですけどね、8月といったいろいろあったんですけれども、この度戦争にまつわるワールドが公開されたということで、下見も何も言ってなくて、ぶっつけ本番で私たち今から見に行くんですけれども、ちょっと戦争についてやっぱりこの季節考えさせられることもあるので、皆さんと一緒に戦争とはということで、争いとはということで、ちょっとワールドに行きたいと思います。よかったら最後までご覧ください、はい、グッドボタン、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。それでは行ってみたいと思います。はい、やってきました。ワールド名は後ろにも書いてるんですけれども、戦争の遺跡というワールドです。スタッフさん、このワールドは、なんとこのワールドをプロデュースしたのが中日新聞社電子メディア局ウェブ運営部ということなんですけれども、中日新聞のウェブ電子メディア部というところが、運営部というところが公式で作ってるワールドになるんですけれども、展示してあるものは、はい、現物をフォトグラメトリーしたものを展示してあると、説明欄ではいろいろ書いてるんですけれども、はい、はい、どういったものがあるんですかね。説明欄には、本展示は中日新聞の戦後特集、語り続ける戦争遺跡を VR 空間上に再構成したものですと。戦後79年が経った今、戦争体験者が減り、記憶の継承が難しくなっています。その一方で、東海地方には軍用工場や旧日本軍の施設が集まっていたため、戦災を伝える戦争遺跡が各地に残っています。そして戦争遺跡も風化したり解体されたりして忘れられようとしています。戦争遺跡は調べると意外と身近にあるものです。でもわざわざ足を運んでみる人はなかなかいません。ここでは東海地方に点在する主な戦争遺跡を自由に見て回れます。動画で解説もつけました。遺跡がまとう空気感にはまだ及びませんが、この試みが平和について考えるきっかけになれば幸いです、ということで、平和について戦争について考えるきっかけになってほしいという熱い思いで作られたワールド、行ってみたいと思います。なんかほら、はい、行くってなるとそこまで大変だけど、うん、こうやって作ってもらえると、はい、この空間、はい、
この仮想空間ではあるものの、はい、行った気になるじゃないですか、いろんなところに、うんうん、そうですね、そういうところに作ってもらえると、はい、すごく助かるというか、大事なものこそ、はい、こういうふうに残していってもらいたいですよ。はい、フォトグラメトリーが点在してあってすごく丁寧に作られてあるにもかかわらず、クエスト対応、アンドロイド対応ということなので、 VR やられてる方もやられてない方もスマホで入ることできるので、うん、ぜひたくさんの人に見ていただきたいですね。そうですね、はい、それでは行ってみたいと思います。はい、ドキドキです。中日新聞の戦後特集、はい、はい、なかなかもう今新聞読む人も減ってるので、こうやって VR 上だったら新聞だけよりたくさんの方に見てもらえると思います。はい、ここに先ほど私が紹介した説明文が書いています。それでは行ってみたいと思います。さあ、わ、いきなりお水、わ、すごい空間ですね。あ、ここに日本列島のここに点在してると、それぞれのセクションに分かれてるんですね。遺跡とか軍事防衛関係、はい、どこから見ていきますか、スタッフさん。戦闘地戦場関係、次どうします。ちょっと待ってください、番号が振られてます。 1,2,3 と番号が振られてるので、1番の軍事防衛関係、陣地や死者場など、へー、とりあえず入ってみます。はい、行ってみたいと思います。あ、展示室は下りになっております。これがクエスト対応はありが、うわ、すごいですね。はい、あ、公園ですか、豊橋公園。豊橋公園、これなんて読むんでしょうか。なんとか社が残る、わかんないです。保証者、なんて読むんでしょうね。陸軍の歩兵第18連隊があった名残から、入り口には電話ボックスほどの大きさのコンクリートでできた構造物がある。警備兵が駐在した保証者かな、うん、が門中や弾薬庫など、園内には他にも遺構が残っている。はい、年代は1884年に創設、愛知静岡両県の出身者が多くを占め、日清戦争や日露戦争で戦果を残した。太平洋戦争末期にはサイパン島やグアム島へ赴いた。将兵のほとんどが戦死した。あ、ほとんどが。そして地図がこちらですね。愛知県豊橋市、はい、岐阜県から、まあ、私この辺講演会で行ったことあります。愛知も岐阜も。すごい、そうですね、はい、それでは見ていきたいと思います。これが保証者、これが講演の入り口ですね。これが電話ボックスの大きさの、全部この空間を全体的にフォトグラメトリーしてくれてるんですね。ここがその保証者というところでしょうか。どっかのバカが落書きしてる、こんな罰当たりな、戦火を逃れて、ね、こうやって残って私たちに何かを伝えようとしてくれる、こういうものって分かって書いてるのかしら。こんないやらしい、本当に、ね、よくありますけどね。本当にこんな軽率な人がね、たまにいますね。ありがたいですね。でもこうやってフォトグラで、綺麗にフォトグラメトリーされてますね、うん、すごい綺麗、丁寧に、ね、これクエストでどのぐらいに見えるんでしょうかね。ありがたいですね。皆さんも来られたら、ここに動画がありますので、動画でこれを音をつけてください。今ちょっと著作権ね、音が多分音楽も、うん、こういうふうに音楽も流れているので切らせていただいているんですけれども、詳しい土地勘とか解説はこちらの動画で見ることができますので、フォトグラメトリーワールド全体とこちらの動画と合わせてご覧ください。すると、あ、先ほど断片的に切り取られたフォトグラメトリー、ね、電話ボックスぐらいの大きさのが、あ、この場所にこんな風に存在してる、あ、保証者で合ってました、振り仮名振ってくれてます、保証者で合ってました、こちらの保証者が現地でどんな風にって、周りの風景とか雰囲気とか、より細かい情報はこちらの動画でご覧ください。解説もついています。それでは次に行きたいと思います。わー、これは何だか、これは何や、
こちらもね、ここに動画があります。はい、動画と合わせてみるとよりどういう状況で残っているのかが確認できると思います。西から2番目の東端、これはここにこういうものがあったってこと。あ、今はないけれども当時こんな風に、これも VR ならではですね。そうそう、これ、うん、リアルの公園の中にはないけど、半透明な立体物で説明してくれています。より細かい情報はこちらの動画も合わせてご覧ください。うわー、模型で再建された、うわ、これだって、これがあったんだって。あ、これがあったね、ハンドル、こうやって動画つけてくれてたら本当にわかりやすい、素晴らしいですね。うわー、歯ブラシ、わー、当時の、当時の歯ブラシ、兵士の生活、生活を感じる資料、わー、どんな思いで。出土した B-29 の爆撃機の一部が墜落した機体のものと見られるって。これも戦争のあれですよね、うん、プロペラ近く神社に展示されてると伝わると。上から見たらまた、あ、この展示の仕方も素晴らしいですね。なんかちゃんと上から見た時とかどんな感じかが、おお、なんでこんな展示かと思ったらちゃんと俯瞰で見ることができるようになってる。海軍将校兵、豊川海軍交渉平和公園、ね、豊川海軍交渉跡、工場、何ですか、交渉、交渉って読むんだ、へえ、うん、あ、これもちゃんと動画がついてます。この動画をちゃんとつけてるから全体フォトグラだったらね、クエスト対応かなり難しいと思うけど、うん、こうやって動画で見せつつ一部だけを、ミニチュアすごい、うん、わー、入れるのかな、これ中もあるんじゃん、あ、中はないわ、建物があったってことやね、うん、すごい、これも残ってるってことなんかね、残ってるっていうことですね、これも兵器工場だって、へえ。東洋一の5万人以上が昼夜交代で、あの銃とか作ってたって、火薬庫などが当時の配置のまま平和公園に残ってるって、火薬庫とかが、火薬庫が、うーん、残していかないとやっぱりいけないね、爆弾を起爆させる瞬間、うわー、物持っていってるの、うん、ここ、あ、ちょうどこの、この、ここを登っていってるとこですね。で、階段を降りて、うん、降りて、うん、階段を降りて、あそこの階段を今登って降りたとこですね、中に入って。あ、あ、だからフォトグラで中を見れないから、中までやるとクエスト無理だから、外観をミニチュアで見せつつ中は動画で見てくださいと、うん、素晴らしい工夫、大きい窓と木組みの屋根が特徴、なんとかやっぱり一人でも多くの、うん、いいですよね、うん、ちゃんとこうやって残ってるっていうのは、保存された方も、爆風が横に上に抜ける、あ、ちゃんと爆風のことも考えられて、ああ、なるほど、すごい、そんなことまで初めて知った。戦争当時にこうやってあの建築されてた方って、生々しい、そういうことも考えて、まあ、鳥肌が、わあ、こんなのまで残ってるんですか、日本に。私たち戦争って言ったら長崎とか広島しかわからなくて、でも日本の各地にこうやってあるんですね、それを知れただけでも今回、うん、ねえ、
次はこちらです、ね、建物でもめっちゃ可愛くない、うん、建物が可愛い、うんね、こんなこと言っていいかわからないけど、あのすごく当時 の、ね、うん、昔の建物好きです。当時の、うんね、滑走路ですってスタッフさん、航空機、うん、英徳工場の滑走台、すごい残ってるってこと、わあ、この滑走台をフォトグラメトリーで、わこれですってスタッフさん、うん、なんとか多くの人に伝えようとね、クエストで行けるようにすごい工夫されて、そうですね、海もなんか、うん、水の感じも、海もフォトグラ、ね、ちゃんとあのこうやって展示の中にこうやって入ることができるのも VR ならではで、わー車が走ってる、これ写真やね、あ車がね、写真を写真を貼ったんですね、うん、貼り付けたのね、でも分かりやすい、どんな風になってるのかが、うんうん、うん、そして動画と合わせてみるとより分かりやすいと。次がスタッフさん、かなり大きな、これこのまま大きくしたら私たち街に入れるんじゃないかぐらいの規模のフォトグラですね。キャベツ畑はゴルフ場の上だから、うん、あそういうこと、あちっちゃくなって、あ私たちをちっちゃくなって、先にじゃあ皆さん動画ご覧いただいて、あのリアルでは立ち入りは禁止されています、村丸ごとが保存されているということです。気象台とかもそのまま保存されてて、リアルでは立ち入りが禁止されている。それではうわ、もうスタッフは中に入って等身大で中歩いてます。入ってみたいと思います。うわこの工夫すごーい、これリアルではあかなりちょっと荒いですけど分かります、大きさとか。先ほどまで展示物が全てミニチュアだったんですけれども、自分が等身大で入ることでどのぐらいの大きさの温度がどうやってあるのかがすごくわかります。そしてちっちゃくなってるので動きが早いので、わあ畑、あさっき映像に、わこうやって残ってるんだ当時のまま、すごい、すごいね、わあ大きさが、わあ立ち入りは禁止だけど、このお家は人が住んでるのかしら、どうなってるんだろう、あこれさっき映像になってた、うん、これかなり荒いので動画と合わせてご覧ください。これ動画ではツタがね、緑に、うん、ツタが絡まって、ね、ツタが囲まれて、立ち入りは禁止されてるけれども、この土地の持ち主は入って農業とかをされてるという認識で大丈夫なのかしらね。ビニールハウスもあるから、ここで農業されてる方は立ち入ることができるけど、一般の人たちは立ち入ることができないということなんですね、きっとね。それにしてもほらちっちゃくなってるから、めちゃくちゃ早く動き回ることができ る、 歩ける、まるで動画を見てる方は車で道を走ってるような感覚になってるのではないでしょうか、どうでしょうか。そして帰るときはここ、はい、あまたここに入ると帰れる、元の大きさに戻れるんだ、パイプみたいな、すごい、パイプみたいに元の大きさに戻りたいと思います。出てきた、わあれちっこいもん、今一瞬出てきた時ちっこいもん見て、俺を見といてな、うん、あ出てきた時はちっちゃいんだ、はあはあ、そういう風に出てくるんだ、すごいこの技術もすごい欲しい、ね、そしてこれが先ほど私たちが中に入って見てた細部です、うん、フォトグラは結構荒めなので細部はこちらでご確認ください。この状態で残ってるってすごい貴重だと思います。2つの施設も個人が所有しているということです、うん、スタッフさん、だからその立ち入りは禁止されてるけれども、あの所有者の方だけ入って農業することが、うん、ああこれがさっきの、うん、
はい、というわけでかなり盛りだくさんです。まだ1が終わったばかりで2、3と続きます。一つ一つが盛りだくさんなので動画を3回に分けたいと思います。次回はこの2番目の戦闘地戦場関係のフォトグラメトリーを見ていきたいと思います。ぜひ明日もご覧ください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた明日ご覧ください。